種子島西之表市の安城小学校では1972年から空き瓶に児童がメッセージなどを入れて海に流しており、これまでにアメリカなどに漂着したことがあります。今年も11人の児童が1人2本ずつ合わせて22本の漂流瓶を作りました。その中に何を入れました？いろんなものを入れた。どんなの入れたの？折り紙とか。折り紙とか。漂流瓶は漁船に乗せて沖合に運ばれ、願いを込めて1本ずつ流されました。これまでに流された漂流瓶は合わせて3902本になりました。撮影は西之表市の NBC ふるさと特派員番山喜一郎さんでした。